はい。こんにちは。あげさひゃーです。いやーなんか、こう日々、あれですね、先日もの iPhone の話をしたばっかなんですけど、ま、iPhone の話っていうか、iOS か。iOS14 で、あの、背面タップ使えるようになりそうですって話したんですけど、日々ですね、またこの iPhone に関しても話が出てきて、iPhone だから12ですね。 ここに関して、また新たなね、お話が出てきているので、今回はその話をしていこうと思っていますが、えっと、まずですね、モックが出てきてますね。あの、ケースメーカーとか、そういったところに、ま出ていく CAD データをもとに、まあなんていうんですかね、ダミーということでね、その、まあも、まあモデルをちょっと作ってみたよっていうものの写真が出てきていて、 まあそれぞれあの三種類あるんですけど、真ん中の一つが、まあその、 なんていうんですかね、廉価モデルとプロモデル両方兼用するサイズだというお話なので、まあ合計で4モデル出る、あの、みたいだというところは、まあ従来通りになっています。で、まあここがわかる通り、5.4インチのディスプレイを備えている一番さ小さいモデルのものが、まあ、あの、iPhone 12無印というふうに言われてるわけなんですけども、こちらのですね、価格の情報も出てまいりました。 ええー、なかなか面白い感じにはなっていて、あの、安い。安いっすね。えっ、ー、と、この iPhone 12に関しては、まあ、あの、まあ、プロモデルとは違って、廉価モデルということなんで、えっ、ー、と、5G に対応したいですね、LTE モデルっていうのが出るというふうに、えー、情報が出てきております。で、この LTE モデルなんですけども、58000円と。 いうお話です。なので、新しい、その SE2 と言ってもいいのかな新 SE に、まあ、迫る勢いの安さですよ。1万ちょっとぐらいしか価格の差がない。そして、それよりも小さい、小型な iPhone ということで、この12が出る。これなかなかね、この5万円台で、その、新しい iPhone が出てくるというふうになると、 本当に SE って何なのっていう感じになっちゃうなっていうふうに思いますし、まあその日本ではですね、下取りサービスを活用すると、まあ大体2万円から買えることになっているので、相当安いんですよ。だけども、まあ下取りを使ったりとかね、そういうこうキャリアの割引を使ってやっとそうなるわけなんで、 ま、従来で言うと4万ちょっとっていうことですよね。だからもしかしたら、これ iPhone また値下げがあるのかなっていうのもちょっと思ったりはしますね。これあの、いくらなんでも、この SE が4万円ちょっとっていうところに、12という、さらにですね、あの、すべてのスペックにおいて SE よりもいいし、小さくもなっているものが、1万円ちょっとぐらいの価格差で出てくるってなると、これ SE 何の意味があって、 っなっちゃうよね値下げしてもいいんじゃないの値 <laughs> 下げしてくれてもいいよみたいな。値 <laughs> 下げしとゃていいのよみたいなね。ちょっと思ったりしますよね。まあ、あの、アンドロイド税からすると、あの、iPhone の新 SE のスペックで言ったらですね、2万円台とかぐらいでしょみたいな。要はその割引とか下取りとか使わなくても元から2万円台が妥当じゃないのっていうようなふうに思ったりする方々もいると思うんですね。 まあ、俺なんかだと、まあ、三万、三万二千八百円とか、ぐらい、三万四千円ぐらい、三万四千八百円とか、ぐらいに下ろすと、 その、さすがにこの iPhone 12無印が、まあ、5万8千円で出てきたとしても差別化はかれてるんじゃないかなっていうふうに思うんで、値、ね、下げしてくれてもいいんじゃないのっていう,うにちょっと思ったりするところでありますね。また、あの、この価格情報はもう一機種出てきてまして、この廉価版の iPhone です。プロシリーズではない、あの、もので言うと、この iPhone 12 Max っていうのも出るようです。 え、あの iPhone 12と iPhone 12 Max 連価モデルでのまあ大型キーですね。なん,なんでまあこの5.4インチと6.1インチ、6.1インチ版の方ですよ。そっちはもうちょっとですね価格が上がってるようで69,500円という話が出てきています。まあこれはちょっと と、どうなのかなっていうふうには個人的には思うんですけど、出す意味あるかなっていうところもそうですし、これがさすがに7万円で出てくるってなるとどうなんだろうね。大型のディスプレイを、まあ、大型って言ってもこれに同じサイズでプロがあった時にはプロの方が、うーんー、なんか微妙な感じがするな。 あとこうやって 4G モデルと 5G モデルも分かれてってなってくると、本当になんか今回 iPhone のモデル数が半端ないことになるね。だって去年発表されたものも一部、あの、今年も併売していくっていうことになるでしょうから、そうなってくると本当になんか、ん、客ユーザーが選びにくくなるなっていうのはちょっと思うとこですかね。 なんか、ちょっと腑に落ちない部分もあるんですけど、現状でそんな話が出てきているというところと、あとさらにですね、まあ、この価格が思ったよりも安いっていうところの一つの理由として、あの、電源のアダプターと、えー、イヤホンですね、有線イヤホン、その両方が同梱されなくなるんじゃないかっていう話にもなってます。なのでその充電ケーブルのみ、 これあの、もうすでに Android スマートフォンの方だとそういう風になっている機種が結構ありますよね。あの国内で言うと、まあそのキャリアから出てるような国内メーカーのあのスマートフォンなんかは大体もうケーブルのみになって充電器は別途買ってくださいみたいな。 AC で、要はコンセントに挿すタイプの充電器っていうのは、その、ショップで買ってくださいねっていうような感じになってるのが結構出てきてるわけなんですけど、まあ、あの、いよいよ iPhone もそうなるんじゃないかという話になっています。で、これはですね、もともとその電源アダプターと、あとはその有線イヤホンっていうものの需要っていうのがどん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 、あの、まあ、この先も考えていくと、もうこれ拡大するわけでもないし、 あの、もう縮小傾向、だいぶ縮小してるよねっていうところがあるというところと、まあ、アップルとしても、エアポッ s をより売っていきたいというところと、まあ、あの、実際には、あの、キャンセルになってしまいましたけども、あの、アップルの方でほら、あの、複数のデバイスをほら、充電できるマット。ね、パッドというか、マットというか、あれ作ってたじゃないですか。あれももう一度挑戦実はしていて、 そこら辺も兼ね合いがあるんじゃないかっていうふうに言われているところなんですね。まあどっちにしても、まあそもそももう電源アタプタ自体はもう持ってる人多いだろうし、言うなればそのケーブルをですね、もう純正のものに挿して充電するっていうよりは、サードパーティーのまあいっぱいその USB がくっつけられるものとか、そういうものを用意して充電してたりとか、PC に挿して充電してたりとかっていう、まあ結構、 純正のアダプターを使わない充電方法っていうのをしてる人多いよねと。で、さらにあの、ワイヤレス充電にも対応してるわけで、そう考えると、まあ、これは、こういう話が出てくるのも、まあ、納得かなっていうふうには思います。で、それでよりね、あの、端末自体の価格が下がるのであれば、あの、今までね、その iPhone を使っていた人にとっては歓迎するような話なのかなっていうふうには思います。まあ、これだけでですね、どれぐらいの、 まあ金額を実際問題、あのー、削減できるのかっていうのも、まあ確かなところはわかんないけど、まあ Apple Store で実際のそのイヤホンと有線イヤホンと、あとはその電源アダプターのまあ価格をそれぞれ見てみると、まあまあ大きな額削減されることになる。そのまま単純,単純計算するとね。 なるので、まあ、それの影響で、まあ、この5万8000円とかっていうのが実現できるのであれば、ここは本当にいいことだなっていうふうには思いました。まあ、どうなるかわかんないけどね。まあ、何にしても、まあ、今回この iPhone の話がですね、これからまた出てくるでしょう。で、まあ、例年よりも、 発表日が遅れるみたいな話もあったりはしました。発表と発売がそれぞれ、まあこのパンデミックの影響で遅れるんじゃないかって話もありましたけども、ここに来て、従来通り9月発表って話も出てきているので、まあその毎年この iPhone は買うんだという人にとっては、まあこれからですね、そのリーク情報が、もうどん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 出てきて、なて言うんですかね、ワクワク感が、なんだ、刺激される。 <laughs> この長期間刺激されるようなですね、パラダイス月間になっていくんじゃないかなっていうふうに思いますか。あまあでも俺なんかだと、今今回この出てるモックなんかを見ると、そんなにいい,いい感じは受けてなくて、まああの、もともと今までのその情報とかだと、その4階になるって話があったんですね、この、わかりにくいな。もうケースでわかりにくいのよ。 このカメラが3眼だったのが、そのプロモデルに関しては4眼になる、もしくは、えっ、ー、と、iPad についてるようなライダーがつくっていうようなですね、話だったのが、まあ、今回出てきた Mock というかね、それに関して言うと3眼のままだったりするので、一体全体そこはどうなるのかなっていうふうに思います。ただですね、この Mock と、まあ、そのリーク情報を同時に発表してる人によると、 まあ元々このカメラ周りの部分っていうのは、そのケース、ケースメーカーにとっては関係ないと。要は、切り抜くだけだから、切り、切り抜く大きさが分かってればいいだけなんで、このカメラの枠の中のレンズ数とか、そのセンサー数とかっていうのは、要はアクセサリーメーカーにとっては関係ないわけですよ。ケースを作ってる人にとっては、ここを切り抜くのが正確だったらいいだけなんで。 だからここは変わる可能性はありますっていうような話は出ていましたね。まあなので、あの、これまで通りの情報で iPad のようなライダーがつく可能性もまだまだあるでしょうし、まあそれが、 ついたりとかしたところでの、まあ、このプロモデルの今度は価格っていう情報もね、出てくるのを楽しみにしたいなっていうふうには思います。ま、ああの、Android に比べると、本当にコスパの悪いスマートフォンになり下がっちゃってるところですが、ま、ああの、ここから、ま、スペックアップっていうのがね、どれぐらいされるのかっていうところもそうですし、あとはまあ、あの、前に動画でも出したように、指紋認証とかね、 そこらあたりどうなんのっていう、あの、こうやってパンデミックになったことでですね、ヨーロッパもそうだし、アメリカ本国もそうだし、やっぱりマスクをつけることによって iPhone が解除できない、解除しにくいっていうことが、やっぱ問題として起きたわけで、そこをどう回避するのか、Apple は。っていうのをちょっと見せてもらいたいなっていうふうには思うところでありますね。そういうところで言うと、この iOS14 の中に、その指紋認証での 要はその、SE を除く端末での指紋認証っていうところですよね。そこがどうなるのかっていうのが、あの、インターフェースの中にも出てこなかったんで、うん、なんか気になるなっていうところではあります。俺自身は、その、サイドでもいいし、要はその、エクスペリアのように、サイドに設けるでもいいし、まあ、従来からですね、アップルは研究を進めていると言われる画面内でもいいですし、 早めにですね、その顔認証以外での、まあその生体認証でのロック解除ですね、スムーズにできる方法っていうのを、まあその明示してもらいたいなっていうふうに思うところでありますね。個人的にはですね、本当にその部分で、俺はあの花粉症も持ってるから、 その、冬だけとか、冬のこの、なんかウイルスが蔓延する時期だけとかってわけじゃないんですよ。そのマスクをつけるっていうのはね。そういうところで言うと本当にあの、この部分は、日頃のですね、1日に何十回もロックを外すという作業のね中において、ここは本当頼むよっていうふうに思うんで、やってもらいたいですかね。まあ、というところですね。まあ、主には価格になりますけども、意外と今年の iPhone は、 安い価格から始まるんじゃないかと。下で言うと5万8000円から始まって、えー、なかなか面白いことになりそうかもね、というお話でした。えー、本当になんか SE、新型 SE の立ち位置っていうのがなんかこの後ないよ。なんのために出したのっていう感じになっちゃうなっていうところですけども。まあ、あの、引き続きですね、あの、情報がある程度出てきたらまた動画にしてですね、お話ししていこうと思います。 ということで、また見てな。バイバイ。